皆さんこんにちは。今日のビデオはみんながずっと前からやってほしいって言っていたビデオ。私は全部日本語で喋ります。私が日本語で何について話そうかなって思って参加国語の問題にした。ドイツ語が母国語で日本語と英語ができると言われて3つの言語を喋るんだね。だから日本での留学の間に時々面白い状態になった。1番目、Today 本当に疲れた。外国語が上手になった時、外国語で考える時によく起こることがあるけど、私は日本語がまだそんなに上手じゃなくて、英語もよく話せるから、Today 本当に疲れたのように思うことが多い。時々その考えは面白すぎ、自分を笑わせちゃう。2番目、あ、ドイツ語が出てこない。時々私は他の人がドイツ語や英語を話せることにびっくりする。例えば私がホームステイした時、娘の学祭にいてずっと日本語しか話せないと思ったけど、このホームステイの家族の友達がドイツ語で喋ったことにめっちゃびっくりして、あ、ドイツ語が出てこないと思っていた。多分この理由は相手のドイツ語がどんなに上手かよくわからないから、これを言ったら相手がわかるかなと考えながら何て言えばいいか全然わからなかった。3番目、どんな言語だったっけ。私は翻訳するのが大嫌い。いろいろな辞書や漢字は一つの言語しか合う言葉がない。だから時々翻訳するのはめっちゃつらい。でもそれとともに本当の問題は、この様子は絶対に言葉があるけどどんな言語だったっけのような考えが多い。これはドイツ語か英語か日本語で言葉があると思うけど、どれだったか覚えてない。これは私の参加国語の問題だった。誰かに同じようなことが起こったら、ぜひコメントに書いてください。今日のビデオは自分でスクリプトを書いて友達にチェックしてもらった日本語でした。だからこれは大体私の日本語のレベルかな。みんなはどう思う？ぜひコメントに書いてください。じゃあ皆さんありがとうございます。そしてももかにチェックしてもらった、ありがとうございました。